でした。ガルトマンも同じようにロシアの民衆の生活の中に自らの芸術のモチーフを求めていました。彼も建築デザイナーとしては認められていませんでした。友人たちですら彼を公表しました。ガルトマンは現実の建築を作ってもちっともうまくない、しかし存在しえない空想上の建築を考える時にだけ能力を発揮する。しかしムソルグスキーは暗い時代にあって明るさを失わないガルトマンの芸術家としての空想力に強く惹かれました。二人の間には深い絆が結ばれていったのです。第7曲リモージュの市場は展覧会の絵の中でも異色な明るい曲です。リモージュとはフランスの都市の名前であり、この曲がフランスを舞台にした絵をモチーフにしていると想像されます。ペテルブルグ国立古文書館、ここでガルトマンがヨーロッパ旅行中に出した手紙が見つかりました。ガルトマンは4年間ヨーロッパ留学をしたことがあったのです。調査の結果、手紙からは絵の行方についての手がかりは得られませんでした。しかしここの資料の管理責任者は意外なことを教えてくれました。閲覧者名簿の中にこれまで誰も調べようとしなかったガルトマンの資料を20年前に見た人の名が記されていたのです。その閲覧者の名はスイソーエフ。1971年にここを訪れていました。コンスタンチン・スイソーエフさんの住まいはモスクワ郊外の年金生活者のアパートでした。スイソーエフさんは今年93歳になります。モスクワ市の経済研究所に勤めていた頃、偶然ガルトマンの名を知り、退職後本格的な研究を始めたといいます。自宅にはガルトマンの手紙や作品の写真が50点余り収集されていました。スイソエフさんはガルトマンがフランスで描いた絵の写真を持っていました。スイソエフさんによれば絵は図書館の古文書を集めた部署に保管されているといいます。つまりフランスの絵は古文書の中に埋もれていたのです。私たちはサルティコフ図書館を訪ねました。調査にはラフマノワさんの他に科学アカデミーの美術史建築分野の第一人者ボリソワ博士にも加わっていただきました。図書館にはフランスで描かれた鉛筆書きのスケッチが14枚残されていました。Но поскольку есть эпиграф Мусоргского к пьесе «Лемош», где как раз женщины ссорятся, и ссорятся так ожесточенно, почти до драки, то может быть как-то содержание этой картинки и соотносится с пьесой Мусоргского. Других картинок, которые, может быть, окружали эту картинку, если она была на выставке, то это могло создавать какую-то атмосферу, да?
これです。рядом с пейзажем. これもなんかそんな感じするじゃありませんか。ラクマノワさんとボリスワさんの2人の専門家は、14枚のスケッチ全体の印象からリモージの市場が作られたのではないかと結論しました。だから、リモージの市場っていう一枚の大きな絵があったのではなくて、市場のいろんな情景だの、喧嘩してるとこだの、いろんなことの、もうこれは本当に手帳を破いて描いたような小さな、でもこれが全部展覧されたんですよね。ですからそこから一つの市場の情景を考えて作曲をしたということになりますね。第7曲「リモージュの市場」。ガルトマンは西ヨーロッパへの4年間の海外留学中、フランスに2年間滞在しました。リモージュは太陽の日差し明るいフランス中部の都市です。ここを訪れたガルトマンは人々の生き生きとした生活をスケッチに残していたのです。第3曲「チュイルリー」。パリのチュイルリー公園で描かれた絵をモチーフにしたと推測されています。スターソフは子供の姿があったと述べています。専門家はこの絵がモチーフとなった可能性が高いと結論付けました。新たに発見した2枚の絵はガルトマンが海外留学中に描いたものでした。展覧会の絵の全体の構成から見ると、この2つの曲の明るさは新鮮で魅力的です。一度もロシアの外に出たことがなかったムソルグスキーにとって、ガルトマンの外国の絵は非常に印象的だったと思います。まだ暗く苦しい生活をしていたロシアの農民に比べて、市民革命を経たフランスの庶民たちの自由な姿は明るい光に満ちたものに見えたのではないでしょうか。オペラ「ボリス・ゴドノフ」。ムソルグスキーが自らの代表作と信じて世に送り出した作品です。17世紀のロシアを舞台としたこのオペラは、ボリス・ゴドノフという王位を奪おうとした英雄を主人公にしています。この中でムソルグスキーは民衆のたくましい姿を力強く描き出しました。しかし自信作であったはずのこのオペラは、皮肉にもムソルグスキーを失意のどん底に突き落とすことになりました。ボリス・ゴドノフはオペラ委員会によって上演を拒否されたのです。上演拒否には明確な理由はつけられていません。しかし民衆を歌い上げたこのオペラは、伝統的な西ヨーロッパの音楽形式と全く異なっていたからとも言われています。自信作に対する社会の冷ややかな反応はムソルグスキーを深く傷つけました。僕は頭が混乱し、嫉妬深くなり、しかも激怒している。やがて彼は酒に溺れるようになりました。酒場へと通い詰める日々、親しかった友人も一人二人と彼のもとを離れていきました。洗練された紳士だった男が持ち物を全て売り払って安酒場に入り浸っている。ボロを着て酒で顔が膨れ上がった男、本当にこれが私の知るムソルグスキーなのだろうか。友人の画家レーピンの言葉です。やがてムソルグスキーにとって
心を打ち明けられる友人はガルトマンただ一人となりました。ペテルブルグトロベツコイ監獄、政治犯思想犯が収容された監獄です。作家ドストエフスキーもここに一時投獄され、その後シベリアへ送られています。帝政末期、文学者や思想家への弾圧は強まり、ムソルグスキーのかつての友人たちもここに捕らえられ、やがて死んでいきました。弾圧はユダヤ人にも加えられました。当時ロシアに住むユダヤ人の間で歌われた祈りの歌、ムソルグスキーはこうしたユダヤの哀切なメロディーを自らの作品の中にしばしば取り入れています。第6曲、サミュエル・ゴールドベルクとシュミーレは二人のユダヤ人の姿をテーマにしています。毅然とした態度、弾圧を受ける前の姿でしょうか。そしてこの姿は暗い時代の中で打ちひしがれた姿なのでしょうか。当時ロシアには世界の半数以上のユダヤ人が住んでいました。政府は革命前夜の社会不安の原因をユダヤ人に転嫁しようと徹底的な弾圧を始めていました。19世紀の末、ロシアで殺されたユダヤ人の数は数万人に上るといいます。ユダヤ人の多くは弾圧を逃れようと次々と国外へ脱出していきました。10枚の絵のうち最後に1枚の絵が残りました。その絵をモチーフとした曲が第4曲、ビドロです。ビドロとはポーランド語で一般的には牛を意味します。ムソルグスキーは評論家スターソフに宛てて謎めいた手紙を残しています。そこにはビドロ、これは牛舎ということにしておこうと記されています。牛舎を描いた絵はこれまでの調査ではソビエト国内のどこにもありませんでした。ビドロのモチーフとなった絵についての手がかりは曲の解釈の中にあるのではないか。展覧会の絵を演奏しチャイコフスキーコンクールで特別賞を受賞したエルモラーエフ氏を訪ねました。あのね、展覧会の絵の中のビドロって曲あるでしょ。あのビドロについてのね、あのエルモラエフさんの考えを聞きたいんですよ。Вот, Ансан, это очень интересная пьеса. Она очень простая, как кажется, с виду. В ней просто аккомпанемент и мелодия, очень простая мелодия. Но они так необычно соединены. Почему-то этот аккомпанемент напоминает нам очень известный траурный марш Шопена. Шопен. Да, Шопен, траурный марш. Само слово польское по своему происхождению, такого русского.